様こんにちは、ゆめのです。今日もですね、手放すものを一つ紹介しようと思います。今日はとってもちっちゃいものなのですが、紹介をして手放そうと思います。それでは始めていきます。それはですね、これです。めちゃくちゃちっちゃくて可愛いんですけど、ムーミンのミーのポーチというか、そうですね、ポーチでこれぐらいのサイズなんですが、これ確か雑誌の付録だったんですよね。私がかなり雑誌中毒で、付録目当てで雑誌を買いまくっていた時期がありまして、その時にあった付録の中で、多分ほぼ全部手放したんですけど、これすごい便利だったんですよ。昔薬を入れていて、前めちゃくちゃ薬の量が多かったのと、出かける時にそのワンセット1日分持って出かけてたので、これパンパンが1日分のお薬で、泊まりに行ったりする時とかにこれを使ってて、ちょうどこのお薬っていうか、ちょうどこのポーチにたっぷり入ってたので、1日分というか1泊2日分ですね。なんですけども、最近は泊まりに行くこともないですし、薬の量もすごく減ったので、これだと結構大きいんですね。1週間分ぐらい薬が入るので使っていなくて、で今は外に出るといえば、職場でお昼ご飯食べる時に飲むので、もう薬とかのお化粧品とかそういうものを一つのポーチに入れてるので、これ全く出番がなくって、でもすごい可愛いからずっと何かに使おうっていう、よくあるパターンなんですけど、小銭入れにとか思ってたんですが、全く使わず3年くらいかな経っていたので、これを今日は手放そうと思います。すごく可愛いんですが、これは多分メルカリとかに出しても買われないというか、値段は多分100円以下とかになっちゃうので、これはそうですね、買い取りの方に持っていくものがあるので、その時に、販売というか買い取りをしてもらおうと思います。多分1円とかだとは思うんですが、はい。なので、この可愛いんですが、このミーのポーチを手放そうと思います。はい。そんな感じで、今日の動画は手放すものの紹介でした。はい、では今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。